爆発前の五箇山ダムで私は私は心から歌います。今日も生配信できなかったよ。これをね、これ突然流されたね、こう言葉中川の人たちはどう思うのかな。あのね、見てますって。生でできないよ。うん、そこだけ言うとね、またややこしくなるから。ややこしいですね。ここ受験勉強してる人たちとかいっぱいいるんだから。あの今日こそはね、うんうん、生配信を今日何回目ですか。今日はもう9回目の放送、9回目の放送ですね。、はい、このお昼にお届けしている、ね、はい、ビバ中リブレ、はい、うん、駅前ビル中市のカフェルルン、うん、元気出して元気出してよ、出していきましょう、元気出して、キットピー収録配信させていただいてるんですけど、うんうんはい、いやもう今日こそはと思ったんですけど、やっぱり無理でした。キットピーでございます。よいしょ。もうブブーやな、どっちかさ、うん、もう今日はへこんでおります。そして今日はですね、久しぶりに、はい、トルテーボーイマネージャーのシングでーす。笑い声なの？ヒューヒューとかじゃないの？これヒューヒュー入ってないんだもん、だって入れとかないとね、うん、久しぶりでございます、はい、久しぶりですよ。で今日はね、本当はここってあのガラス張りでね、うん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 、外に見えるオープンスタジオ的になってるんで、そうそうそう、今日ねカーテン閉めてるんですよ、うん、なんでかって言ったら、うん、誰ですか、あのね、誰ですかあなた。私は中川生まれ中川育ちメキシコカブレトルティアボーイです、よろしく。なんでもう君にもブブーなのは、そうそうそう、今日はね、あの、あのね、素顔で来ちゃった。いやいやいや、いやね、てっきりね、あの録音放送だと鷹をくくっていたっていうのもあってね。いや、あの、はい、車の中にね、カバンが2つあってね、まあ、どっちかに入ってるだろうなと思ったらね、あの黄色いマスクが、そうそうそう、うん、カバン1個しかなかった。びっくりした。びっくりしたね。ってことはこれ今日僕来なかったら2人、うん、もうやばかったっすね、なんか、うん、やばかった ね、 ね、まあ、ダメ、ダメ人間、閉めだらけというか、カーテンも閉めてるし。うん、うん、あの生配信もできないし、閉めてる放送で、そうそうそう、ないないやね、今日ないない、うんうんうん、ないないし、そこに現れた救世主ですよ。いや、救世主じゃないんですけどね、うん、もうこの2週間何してたんですか、うん、今日今回、ね、週間全然収録にも現れないで、本当ですよ、2週間、そうですね、ひたすら野菜を刻んでたっていう噂がある。刻んでましたよ、野菜刻み屋さんなの、はい、そうです、そうです、はい、野菜刻み屋さん、刻み屋さんです、猟奇的な野菜刻み屋さんなの。あ、そうなの。そのうち、あの、なんか、はい、うん、お伝えできることあればなと思ってるんですけど、うん、あ、そう、まだお伝えできない、まだね、うん、なんかどうなの、うん、うまくいってるの。まあまあなんとか回ってる感じですね。おーおーおー、回り始めた感じですけどね、うんうん、まあ、いや、それは良かった、まあ、まだ詳細言えないのにその話しても全然伝わらないので。いやいや、一応ね、うん、気になるじゃない、うん、ね、はいはい、トルティーヤとしては、うん、ね、この場で聞いてきますからね、うん、聞きづらいことは生で聞くっていうね。もうき、あ、でも、まあ、そうか、今日も結局収録だから、うん、何言ってもいいですよ、ピーつける。あ、そうだ、うん、そうなんですね。なんだこの開き直り感は、もう、いや、でもピーつけてるけど大したこと言ってないとかにピーかけてるからね、うん、そうだよね、うん。この間もただ銀行行ってただけだからね、ピー入ってるとこ、ね、それまたピー入れなきゃいけないじゃないですか。いや、だからピー入れなくてもいいよ、これは。ただ別に銀行だもん、銀行行ってただけです、うん、今日はですね、うん、今日スペシャル放送ですよ、うん、3月9日、はい、五箇山フェスで行われます、うん、トルティーヤボーイ&甘江菜々子の、うん、オリジナルソング、うん、公開間近スペシャル、わーい、またね、拍手も入れてないの、まだ入れてない、うん、入れてない、これ毎回ありますね、このくだり、うん、このくだり、はい、いいそうなんだ、いいんじゃないですか、どうなんですか進捗は。この間レッスンに行かれたじゃないですか。ああ、行きました、はい、行きました、はい、あのね、うん、なんだろうね、なんか、うん、なんか程よく厳しく程よく優しくだった。あ、イッチー先生、イッチー先生だってこの間前回放送聞いていただいたら分かるんですけど、うん、うん、もう今日取れない。母音が言えてない、母音が分かってない、うん、から今どんな感じでやってるんですか、うん、あ、確かに、はい、今ね、うん、ひたすらリズムトレーニングとソルフィージュっていうのかな、うんうんうん、あのあれですよ、ドレミを言っていくやつですよ。なるほど、音階、音階のトレーニング、ほうほうほう、うん、なんかね、その、はい、ドレミファソラシドでね、はい、行けば人は言えるんですけど、急にミの音出してとか、はいはい、うわーそれ難しい、ソの音出してって言われて、はい、出すじゃないですか、はい、ミーとかって言ったら、はいはいはい、あ、それそうですとかっていうのがね、はいはいはい、あるわけですよ、はいはいはい、でそれをもう体に刻みつけろと、うん、いうことで僕はずっと毎日ね、うん、その自分で鍵盤弾きながら音を覚えて、ええ、こうね、
あのドレミの音をね体にインプット今してるところですよ。あとはもうリズム、あのギターカッティングみたいな感じですよ。あのあのジャンジャンジャカジャカとかジャッツジャッツみたいなやつをずっとギター弾きながらあのリズムを入れていって、その譜面が読めるように、あの結構僕なんていうんですかね、楽譜をまあまあ普通歌う時ってね、なんか普通のミュージシャンの人ってもう一周回ってライブバージョンみたいな感じになるじゃないですか、はいはいはい、あの矢野明子さんみたいなね、なんかそれ譜面に合ってるのみたいなことになるじゃないですか。でもなんかやっぱりね、ちゃんと譜面の通り歌いなさいっていうのがもう当たり前にまずできなきゃダメですよっていうところで、そのもうね、譜面通りに歌えるようにっていうのを今トレーニングされてるところです。本当に基本の、基本の基本です。本当ですよね、これもう、じゃあ、まあ、もう公開間近ですけど、どんな曲ですか、ちょっとなんか触り、なんか紹介したいんだけどな。これはでも、まあ、カミングスーンですよ。カミングスーンなの？カミングスーンですよ。例えば、前奏、伴奏、前奏とかどんな感じの、ギターですっけ？ギターですね。イッチー先生、ギターの先生もう基本的に、ジャッツ、ジャッツ、ジャジャーみたいな感じですよね。ジャ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 みたいな。はい。一言目は、一言目、一言目は、な、そんなにかい、一文字なの、一文字、ああそういうことね、そういうことね、な、な、中川のですよ。やっぱこれ中川氏、そうですよ、市長お気に入りキャラとしてやっぱ中川 PR するからね。まあ中川のことを若干絡めつつあんまり関係ないよねこれね。これさっきあの冒頭でかかってたレコ発前のって、あれあれはあれはキトゥーピーが狩人を急に歌い出した前回放送で、前回放送でね、五箇山ダムでって言ってたよ私は私はって、心からやでもやっぱりその中川のでしょ、うわいいな、そうですね、もうちょっと聞かせて、もうちょっと聞かせて、もうちょっと聞かせて、いやいやいや、まだまだだってこれ、じゃあのサビはあるんですか、サビは、サビはね、あるけどね、いやまだこれは取っとこうよ、なんか出し惜しみやな、もういやいや、今のレベルで歌ったら多分イッチ先生怒られるんですよ、そんな気もするの、そうでしょ、そんな気もする、やっぱ9日に合わせて今こうぐんぐんいってるので、今ここで中途半端に歌ったら申し訳ないってことですね、プロとして今基礎力をね蓄えてるとこだからね、だからまだね先生の前でねちゃんと歌ってないからね、ずっとあの言うたらもうベストキットでまだワックスしかかけてないからあの壁を塗ってる状態まだね、上立て、まだあの下、まだあの海辺の木の上に立ってないからね、そうかそうか、まだずっとねもうワックス塗ってる状態、あのこう片足でこう立つとこまでまだ行ってない、行ってない行ってない、もう本当にね何代3代目ぐらいのねフォルクスワーゲンみたいなやつをねあのワックスかけてる、まだだから少し疑問があるね、なんでワックスかけさせてる、いやさすがにそれは一回聞いてるからあれだけどそこはそこでなんで俺こんなことしてるんだろうって言ったらね、宮城さん、宮城さんってやつ、ね、宮城さん、宮城さん、イッチー先生、なんで僕はこんなことしてるんですかっつってやっぱそっち生になるんだちゃんとそうね、そんな状態で今だからとにかく基礎力アップですね、だから、もちろん9日はそれまでの最大パフォーマンスでありますけど、でもあれなんですよ、あのなんかアメリカのあのなんですか、素人番組がね、なんかあの審査員が評価するやつあるじゃないですか、 YouTube とかに上がってるやつね、そうそうそう、あれも結果優勝して何週勝ち抜きとかして、じゃあ君デビューねってなっても、そっからプロの人が何人かついてレッスンが基礎のレッスンするらしいんですよ、やっぱりそういうことだよね、そうそう、結局あんたたちあれだよみたいな、いくらなんかね、観客が湧いても、まあ、結局あれだから素人だからみたいな、技術基本やんないとダメだよみたいな感じで、そっから何ヶ月か基礎レッスンやってからのデビューらしいですよ、なるほど、なんですね、今まさにアポロシアターのやつとかね、そうね、じゃあやっぱりだからそうそう、まあまあ素人レベルで、まあ、先週も言ってましたけど、カラオケ歌うまい的な人と、やっぱりね店の前に出て、こうちゃんと歌うっていうのとは違うってことですよね、本当ね、そうなんですよね、はい、そうか、でもこれ9日の、まあ、本当だから次の土曜日ですよ、だから本当はレコーディングして9日に、まあそもそも9日がなかったんだからね、ああそうよそうよ、そうよ、そもそもまずオリジナルソング作ろうから始まったのが1月ですから、そうそう、そもそもレコーディングを、なね、まあ、曲作りました、曲作ろうよって、いつかレコーディングしたいねみたいなぐらいだったんですけど、あの敏腕マネージャーとシングル、ここにいる人ね、そうそう、敏腕マネージャーがぶっこんだからねあ、トルティア歌えるっすよ、もうあのステージ出させていただいて、もう出てもいいっすよ、
みたいな上からで行ってくるから、うん、上から来る、ね、でそこにキトゥーピーの権力が加わって、そうですよ、ね、権力じゃないよ、うん、あの僕もねいろいろお願いしたんだよね、テクニシャンね、テクニシャン、そうね、テクニシャンね、ちゃんとした形でまあねやっぱりこう言ってたし、あの開催の方も開催者の方、うんうん、主催者の方もね、うんうん、トルティーヤボーイさんは、まあ、いつもいろんなイベントに出ていただいて、うんうん、あの中川氏の PR をずっとやってくださってるんで、これはもう出ていただかないとっていうことでしたよ、うん、ありがたい、ほんまそう言わせたんすね怖い、ちょっと俺もテクニックありますから、ね、テクニックね、素晴らしい、うん、僕言うだけですから、そうそう、いやでもねそれが突破口、突破口、うん、切り込み隊長大事ね、そう、それがね多分ね2月1ヶ月前ぐらいですもんね、決まったのが、そうで、そうそう、どうしようどうしようってなって、そうそうそう、で一致先生に相談をし、うん、でじゃあまあちょっと、うん、じゃあ、まあ、まずね収録しますか、うん、みたいな感じだったんだよね、うん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 、それが今こう撮れない撮れなくなって、うん、今に至るわけですよ、レッスンしてるわけですよ、まあ、改めて考えればでしょうねですよ、撮れるわけねえもんそんなのね、でしょうね、うん、だってそんなね曲できてそんなね1ヶ月も経たんぐらいでね、うんうんうんね、そんなプロのレコーディングできるとは思ってなかった、わけがない、いや確かに、ね、わけがない、ね、でレコ初ライブだとかって言ってね、うん、はしゃいでたけども、そうだ、うん、ただライブが先に決まったっていうだけだからね、うんうん、でもこれできちゃった子みたいなもんですよ、俺はもう、ね、じゃあ、あとはもう認知しなきゃいけないってことね、そう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 、いやこれ、うん、来週9日ですよ、まあ、はい、お昼ぐらいからですかね、うんうん、ライブイベントは、うん、そうです、で、準備してるんですけど、うん、これ皆さんに聞きに来てください、聞きに来てくださいって言ってたんだけども、うんうん、まあ、チケットといいますか、うん、あの応募も終わってですね、そこも僕らの無知だよね、まあ、そうだね知らなかったってね、だってその後に控えてるのがさ、うん、デパペペさんとさ、デパペペさんですよ、湘南の風のハン君ですよ、ハン君さん、ハン君さんなの、アグネスちゃんさん、ハン君、ハン君くん、中山きんに君くん、うん、ハン君くん、ハン君さん、ハン君さんなんですよ、うんうん、ハン君さんだから、はい、もうだってトップアーティストですよ、うん、もうドームレベルでライブやっちゃう人たちですから、そうがいるから、そんな簡単に僕ら入れるわけなくて、うん、500人600人ぐらいの観客数がさ、うんうん、そうですね、もう3倍以上応募があって、うん、もう大抽選会だったらしいんですよ、うんうん、大抽選会ってことはないでしょそんな抽選会で盛り上げないでしょ、いやいや、そうね、あの、うん、非公開だとは思うけど、うん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 、で本当になかなかもうこれレアチケットになってるらしいんですよ、だからもう、まあ、ちょっとそれ当日行ったらお客さん3人ぐらいでダフ屋が表であるよ、そうそうそう、あるよとか言ってる、チケット持ってないですかみたいな、買うよ買うよとか言ってるやつじゃないのあれ買っちゃダメよ、ああいうの買っちゃダメよ至らぬとこにお金が流れていくからね、ああいうのはね、そうでもそのレベルのイベントになっちゃってるわけで、うんうんうん、まあ、今からだと申し訳ないんですけど、もう見にはいけないの で、ね、僕ら、はい、まあ、一応マネージャー、シングルマネーと私、はいはい、うん、P2P でね、あの潜入大作戦考えてるんで、はい、裏方の、はい、なのであの、うん、トルティーヤボーイのことは度外視でハン君にサインもらってまたね、あれしようか、あのハン君にサインあげるっていうやつやろうか、そしてそれ売っちゃいけないから、そうですよね、違う違う、サン君からもらうんじゃないの、ああ、トルティーヤ、トルティーヤボーイからあげるっていう、それやばいですね、これあれよね、本当にジョークが分かる人かどうかを判断するリトマス試験紙として最高、いや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 、そうね、うん、今までね数々の著名人にトルティーヤボーイサインをして勝手にあげてきた、なるほどなるほど、うんうん、ね、これがどっかでこう広まっていくとか、うん、でね、うん、なんか大抵のねやっぱ大物の人ほどね、うん、あのうわ面白いねそれって言ってくれるね、うん、あ、そうですよね、そうそうそう、うんうん、中途半端な人はね、うん、はみたいな顔を一瞬する言っちゃダメなんですけど本当そうっす、え、誰、例えば、いやいやいや、誰だよそれ誰だよとか、あの人ね、あの人中川の人でしょ、そうそうそう、うん、僕らのシンゴさん、これ生じゃない、いや、でもこれ、でもほら流れてる、もうこれシンゴさんダメだ、これ中川ちゃんも活動できなくなった、中川ちゃん僕大好きだから、好きです、うん、これでも、うん、P を何回も入れなくなっちゃうやかましい放送になるな、うん、これ、うんうんうん、ライブ配信、まあ、距離感もあるよね、うんうん、そうなんだ、え、あの時はもう、うん、なんかね、うん、急に声ちっちゃくなってた、神妙でしたね、まあね、まあでもあんま認知なかったんじゃないですか、向こうも、まあ、いきなり来て飲んだよ、まあお互いがね、みたいなね、しかもあの時はね、うん、あの方が一番こうトップのこうポジションにいたので、うん、いや言えば言うほど言えば言うほど、次の話いきましょう、やめましょう、やめましょう、言えば言うほど、まあね、ハン君さんにサインを、うん、トルティアボーイのサインを渡すと、渡すと、はい、うん、それをミッションにしましょうかね、はい、できたらやっぱ写真一緒に撮って帰りたいですね、はい、うん、そうね、いいですね、まあ、まあ言うたらあれでしょ、ミュージックステーションの楽屋でみんなで写真撮るみたいな、まあみたいなもんですよ、もんでしょ、うん、ね、じゃあ、うん、あのサングラスかけてね、タモリさんみたいな感じ言ってくださいね、その役、僕が、うん、いやだってシングマネも、シングマネ演者だよ、ステージに出ますからね、うん、演者だよ、いやいや、曲のね後半であるんですよ、うん、セリフが、うん、ありますね、はい、長いナレーションが、はいはい、うん、あれを、ね、生で行きますか、生で、
いや僕カラオケ使います。口パク。まさかの口パク。まあそこはね、いやいや、だってあの尺にきっちり収めないといけないからね。そうそうね、15分枠いただいててですね。いや、ほらあの感想の尺ギリギリだもん。まあ、2分ぐらいの、うん、2分もないか。ないですね。あ、感想が2分ぐらいのかな。ほぼほぼギリ、ほぼ1分ちょっとかな。僕が全部あれ、僕がセリフ考えたんだけど、詰め込みすぎたからね、うん、結構ですね。逆にあれちょうどの秒数に収まったのはミラクルだよね、うん、いや僕もあれレコーディングの時、うん、ミラクルですもんね、うん、ね、すごい。そうだってその直後ね、はい、あの今日撮れないって言ったんだけど、うん、新宮さんは、うん、一発 OK だから、ほぼ一発 OK、 ほぼ一発 OK。 僕だって車で2回ぐらいしか練習してないそれでこれ何のさ、何の天才、天才、天才なの先生は多分僕は多分語り部だから、うん、でどうでもいいんじゃないですか。いやでも声はでも良かったよね。良かったね。あの俳優さんみたいな声で、うん、最後トルティーヤボーイってところはもうあの、うん、水木一郎ぐらいのさ、うんうん、すごい声量で、まあ、だけどね、うん、あれだよね、うん、あのあれで、うん、まあ、先生は若干そこに関しては重きを置いてなかったっていうのも多分本当にある、うんうん、そうか。でプラス、うん、あれを、うん、あこれいいねって僕らがなって、うん、先生がいろんなこうエコーのかけ方とか、あのホールの、あの、はいはいはい、ディレイみたいなやつとか、うん、なんかね、うん、ああいうエフェクトを、うん、ボーカルエフェクトをかけてたんだけど、うん、その時に先生のスイッチが入った可能性もある。あ確かに、うん、これプロの仕事だぞっていう、うん、なった時に、うん、あ待てよとね、あのこのクオリティで仕事するにあたってやっぱりトルティーヤのボーカルもやっぱりちょっと上に1個上げとかないといかんなと、うん、なるほど、うん、いうところはあったと思うな。スイッチ入っちゃった感じだな。スイッチ入っちゃった、うんうん。でもこれ私もシグマでも潜入するんですけど、はい、うん、あのちょっとねできたらステージの、ね、歌の様子を、うんうんうん、まあ、録音なりしてですね、うん、まあ、このラジオ聞いていただいている皆さんにもお届けできたらなとは思ってるんですよ、うん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 、ね、これはぜひ聞いていただきたいですよ。そうですね、あの、うん、会場の雰囲気もですね、うん、あの、うん、動画は撮れるかなちょっと分かんないけどね、うんうんうん、あのお伝えしたいな、はい、あとねやっぱその、うん、まあ、ゆくゆくはというかね、レコーディングして CD になるので、うん、なんか CD の特典とか、こんなのライブ音源的なね言ってましたね前、うん、まあまあライブ音源とかはあれだけど、うん、なんかその、うん、ね、その今ビブラーの聞いてる人からなんかこんなのつけてとか、ああそうだそうだ、なんか多分その時のライブのせっかくそっちが先なんだから、はい、その時撮った写真をジャケ写に使うとか、うん、そうだね、なんかそういうのも面白いかもね、いいね、うん、初回限定版とかあるんですか。あ、いいじゃない、経費かかることを言うな。初回限定版と通常版、お金がかかるのは怖いんじゃ。いや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 、できる、やろうやろうやろう、言うだけもうやろうっつっちゃった。やろうやろう、これはもう全部あのキトゥピー手広げすぎて失敗するパターンですよね。初回生産版って初回生産ロットを売るのにひひ言う羽目になるよ。僕大体昔からそうなんですよ、手広げすぎて失敗する人なんで、うん、僕も僕も、ね、今歌でいっぱいいっぱいになってんのに、なんか本当に DJ やりたいなとか思ってるからね。でしょ、うん、だからね、まあ、まあもう本当に楽しみですよ、うん、楽しみなので、うん、はい、ちょっと一旦ブレイクしますね。はい、はい、はい、ということでですね、うん、まあ、今日は、はい、35分放送の枠をいただいていて、ね、このまま行くとあれ2時間スペシャルとかなる ね、 ね、うん、そうなったら向こうはどうなるの。消滅、シュイチラジオさん消滅、消滅はちょっとかわいそうだな。なんならあの、うん、新しく始まる番組の時間も減らしていく、うん、そうね、1時間半番組になるよ。でそのなんだろう、あのオーバーした分の時間はどっかの店でバイトしてもらうみたいなね、うん、うわひどっ。あのその分、あ、分かった、じゃあ時間はお互い30分変わらないんだけど、うんうん、あの下で自転車こいでもらうっていうの下そ発電して この電気を供給してもらうわけですね。そうそう、でもあの下の自転車こいでロボット光るの考えたの誰。そうそう、あれはね、でも周一さんだと思いますよ、周一さん、うん、あもうでもあれ実際僕が素晴らしい試みだなと思ったんだけど、あの下のお姉さんのあのなんていうかやる気のなさになんて不毛な発電なんだと思って、世界一不毛な発電だと思ったね。いやいいんですよ、あれ光るところに意味があるんですよ、うんうん、あのロボットが光るところにね、うん、意外と子供さんたちはでもハイブリッドだったよ。そうそうよ、
ね、ハイブリッド、うん、あー、うん、そうそう、普通の電気でもついちゃうついちゃうねまあいいんです、それがいいんです、それがいいんです、オッケーオッケーハイブリッドだ。はい、もう今日はまたなんかダベリトークで来てるんですけど、うんうんうん、まあいろいろで実はハガキもハガキメールも来てはいるので、うんうん、ちょっと今日は少し紹介します。メールのことをハガキっていうようにしようハガキね、ね、おハガキ来てますよ、おハガキ来てますよ、ね、そうですね、うん、聞いてる人混乱するかもしれないけど、そうね、一応、本当におハガキでは送らないでいや、いいですよ、ハガキで、あ、でも送り先書いてないもんな、うん、メールでね、メールが来てます。でもおハガキと僕らは呼ぶよ、うん、なんかね、うん、まあほら、ハードリブラーのヨカロモンさんもですね、うんうん、メールいただいてなかなか紹介できなかったんですけど、ちょっと今日紹介をしますけども、うん、はい、ちょっとこれちょっとやめとこやめちゃうのそれ長そうだからやめ 長いというかね、うん、これ改めてまた自習しましょうか、うん、はいはい、そうそう、あ、まあまあそうですね、レコーディング秘話をねもうちょっと聞かせてくれっていう、うん、まあ、レールスター新幹線さんのメールも来ましたので、うんうん、一応ね、うん、この間レッスン1時間分ね、はい、録音したんですよ、うんうんうん、でもねこれ先生にね録音していいですかって聞くの忘れちゃってね、単なる盗聴になっちゃったからねそうか、言うタイミングなくなっちゃってね、録音はしてるまあいいですよ、うん、曲もまた次週公開しますので、はい、これ次週が絶対、うん、あ、でもね、なんか先生からね、うんうんうん、なんかそのなんかまあ希望期待、うん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 、なんかその、トルさんは、うん、運動神経いいから大丈夫っすよって言って、やっぱ音楽って運動神経だから、うん、へえ言われました。うーん、だ運動神経で乗り切っていきたいなと。乗り切っていくね、うん、アラフォーの運動神経大丈夫か。トルさんっていうのもこれ、うん、オフィシャルなんですか、トルさんって。あ、僕勝手に言ってるだけです。そうなの、リッチー先生がトルティアさんのことトルさんっていう。僕びっくりしました、うん、呼んでるんですか。トルさんって呼んでほしいなっていう。あー、なるほど、うん、あ、もうじゃあこれからトルさんでいいですか。うん、トルさんにしようかなと。リッチー先生にもちゃんと呼んでもらいましょうよ、トルさんって。フンさんじゃなくて、うん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 、トルさん、ね、フンさんじゃなくて、うん、トルさんでね、うん、フンさんはダメでしょ、うんうん、フンさんはフンさんって言うんですもん。そうそうそう、ね、でもトルさん。あ、そっか、はい、うん、あ、それで、ね、間違えてしまっちゃった、まあまあ、言うたらね、うんうん、言うたら本名言うたら、うん、トルティアになる前のね、うん、から知り合いだからね。ああ、そうだよね、うん、あ、そうだよね、うん、あ、そうなんかこの隙間がいやなんか結局メールの紹介はしないの。メールスター新幹線はいないの今日は、はい、メールスター新幹線ないから、うん、分かった、今日は一つね、じゃあモヤモヤ紹介しますね、うん、ポテサラさん。いやいや、今日は、ね、ポテサラさんじゃなくてね、まあ、いつものヨカローモさん、もう一個モヤモヤが来てるんですよ、うんうん、じゃあちょっと私が紹介しますね、はい、ね、これ、まあ、ちゃんと聞いてくださいね、うん、岩田屋のエルメス、うんうん、わかります、エルメスブランドの、うん、初めて、うん、行きました、うん、まあ、興味は、私自身は興味ないんですが、妻が一度行ってみたいというので行ってみたのですが、うん、入店して30秒もしないうちにすごい違和感を感じました、うん、それはどこにも名札がないのです、ね、値札がないのです、うん、値札は、ね、結果として見るのみで判断材料ではないということなのだろうかと、うん、まあ、言えば教えてくれるんだろうけどって話なんですね、うんうん、知らない世界に飛び込んだ感じです。お店が出て変な喉の渇きを覚え、うん、すぐさま2人で近くの喫茶店に入りました、うん、そこでまたモヤモヤの話が追加されました、うん、もう少し高級な洋服屋さんに、それは少し高級な洋服屋さんに入ると、うん、なぜか値札が意図的にすぐには見えないような場所や裏返っているなどに気づきました、うんうん、ヨカローモンとしてはいちいちひっくり返したり引っ張り出したりイラッとします、うん、皆さんはどのようにお感じでしょうか、うん、お客様視点ではないといつも思いますということなので、このモヤモヤ2つ、うん、うん、これトルティーヤはね、そうね、1年ほど前にね同じような経験をしたんですよ、はいはいはい、先輩がね、うん、東京行こうぜっつって、はい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 、東京一緒に行ったんですよ、うんうん、あれ何しに行ったんだったかな、なんか行ったんですよ多分、うん、試合とかそんなの、うんうん、で行ってね、表参道のあれなんか高級なねスニーカー屋さんがあるんですよ、うんうん、アトランティックスターズっていう、はいはい、南青山かな、うん、ね、行ったらスニーカー屋さんですよ、ね、値札ないわけですよ、はいはいはい、全部に値札ないわけですよ、うわーって思うじゃないですか、うん、思う思う、ね、で、なんかこう値段の相場が分かるものとして、ニューバランスとかのベビー靴、16センチぐらいのベビー靴、うんうんうん、で大体7、8000円っていうのはなんとなく分かってたので、はいはいはい、僕昔靴屋でバイトしたことあって、ニューバランスで7、8000円と思って、うんうん、で一応それを基準にしようと思って、うん、でこっそり柱の陰で
値札をあなんかそのアトランティックスターズベビーグッズで検索したんですよ、うん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 、そしたらね2万8000円とか書いてあってね結構するね、うん、ってことは、うん、ってなるじゃないですか、うん、ってことは大人のやついくらよ、うん、みたいになるわけじゃん。まあまあだから言うと 4,5 万ですよ、うん、スニーカーで5万6万とか、うん、だからね結局値段を気にするようなやつは買うなっていう店からのメッセージとなんだやっぱりとトルティーヤを受け取った。じゃあこのエルメスさんもエルメスさんもなんかこっちが1万高えとかこっちが5万安いとかっていうことで買うものじゃないですよねみたいな、うんうんうん、天井からの上から目線でねうん、あの辺りからね。そうそうそう、だって気に入ったら買うんでしょ、うん、みたいな、うん、これが100万でも150万でも気に入ったら買うんでしょ、うん、っていう純粋無垢なふりをした悪魔の感じだよね、うん、うんうんと思って天使のような悪魔の笑顔的なね、なるほど、マッチみたいなねやつですよああそう、まあマッチに触れようと思ったけどやめとこうあの発声のねそのじゃあこれ高級な洋服屋さんがそのほら、うん、裏返しになってたりとか値札がね、うんうんうん、意図的なもんなんですか、ね、それもだから結局、うん、私どもお金持ちは値段なんか気にしませんのよおほほっていうことじゃないですか。ヨーロッパ的な感じそれヨーロッパ的な感じは分かんないけど分かんないねごめんね。ヨーロッパ分かんないんだけど、うんなんかヨーロッパはそもそも値札どころか、うん、もうただの札も読めないからね。あそうかなんて書いてあるのか分かんないしね。こうやってそういうメッセージとしてもやっぱ受け取るしかないし、うん、だからなんかいらないでしょってことなのかなと思って、うん、じゃあなんだろうなそういうモヤモヤが残るような我々は一般庶民はもうやっぱね、うんまあ、見に行くだけにしとけってことなのかな、うんうんうん、そうだね。だからまあまあ値段気にしない人が買うから、うん、結果必要ないってことじゃないですかね、うん、なるほど。うん、でああいう人たちになったら、うん、例えばその同じカバンが3つあったとして、はいはいはい、私この色気に入ったわってなって、うん、でこのカバンは確かなんとかさんが持ってるやつや、うん、みたいになった時に、うん、あじゃあこっちはなんとかさんが持ってるから同じの嫌だからこっちにしようみたいなことになるわけじゃないですか、うん、あの人たちって、うん、でもそれが値段が書いてあってこっちが2万安いとかだったら、うん、いやなんか安いの買ったと思われたくないなみたいになってなんか嫌だからもうじゃあもうここで買わないみたいになるのを防ぐっていう目的もあるかもしれないね。そうか、うんまあ、結構ガチごたえしちゃったけどそうねガチ違った違ったこのコーナーそんなんじゃなかった。なんかプロレス技で解決するやつだった そ,、ね、それちゃんとやりますよ。なんだろう、うん、今日のじゃあプロレス技早い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 、ね、早いもうほらそろそろですよ。じゃあ行きますよ、はい、さあ今日はね、値札もやもやですよ、うん、上から目線で来て、うん、もうお前ね、そんなこと言うやつはつべこべ言うやつは買うなぐらいの部分からこうドーンと来てるわけです。もうなんかもう誘導されてるよね、絶対ね上から目線で、ね、もう来てるわけです、ね、もうということで、はい、今日の決め技は、はい、ダイビングヘッドバットバウンドしてるよね、何回かね何回かバウンドしたよね今ね。おーダイビングヘッドバット、これはどういう技？完全にケトゥピーに言わされたよねこれはね。こうトップロープの上、はい、コーナーポストの上から、うん、上からで頭でドーンみたいな、だいたい肩口に多いね。そんなこと気にするなら買うなよボーンみたいなっていうことですよ。さすがですね、うん、もう全て僕が誘導したから完全に誘導されたよね。そういうもんですよ、うん、それであんだけね、あの音っていう、ね、あんだけ高いとこから登って上から目線で頭ドーンつってんのに、あそこで僕がコブラツイストとか言ったらどうなったんだろうなと思ってねそうね、それ引っ掛けやね、引っ掛け問題っていうことですね、うんうん、今日はじゃあ、はい、ダイビングヘッドバットで、もやもや、ヨカロモンさんのこけしとかいうやつありますね、うん、そうですね、ね、まあ、このもやもやはですね、うん、いやでもね、わかるよ、うん、もうもやっとしたもの、はい、僕もそのスニーカー屋さんでね、スニーカー屋さんでアトランティックスターズでね、うん、で結局買わなかったでしょ。あ、先輩は買った。あ、マジで、うん、ゆくゆくはそれが僕のお下がりになると信じている信じているうん、そうか、そうなんだ、うん、そうね、5万のスニーカーですね。ねえ、じゃあもしお下がりになった時は、うんうんうん、ここに入ってきてくださいね、うん、入ってくる入ってくるね、うん、でみんなで踏みつけましょうね、うん、やめてやめてよ、高いんだよ、ね、自分で買ってもねえのに高いんだよね、うん、はい、ということで今日のモヤモヤのコーナーでございました。
なんか鳴ってるよ。もやもやです。よろしく。もやもやっていうかね、なんかもうすっきりしたよ。先週のトルティーヤを殴ってやりたい。はい、今日3月に入ったんでちょっとジングルもね、うん、新しく、すごいね、才能あふれるね、キッチューピーは。そう、ジングル作りね、今僕の、うん、僕ね、ジングル作り中毒みたいになってて、いや、いいな本当にすごい。あのまあほら、ちゃんと家帰ってる帰ってない、いや家でこまこまやってるんですけど、うんうん、何ですか、ほら一応音源としてはさ、うんうんうん、著作権とかもあるから、うんうん、気になるじゃないですか、うんうん、だからあのちゃんとそこはね、あの、うん、使えるやつを使ってるんですけど、多分使えるやつ使っても怒られないよこの番組。本当、うん、ほら後々怒られるの嫌じゃないですか。まあまあ確かにね、まあ、ゆくゆくはね僕らブレイクしてね、うん、そうだよ、世界的な感じになるからね、うん、しかも今これ、うん、あのレア音源 BGM もこれ新しい BGM ですよこれ、うん、レゲエ風のそうなんです。こうやってね番組も少しずつリニューアルしていきたいんですけれども、うんうん、あのまあ、ちょっと皆さんにここでお知らせがございましてですね、はい、あの3月からまた新番組が始まるんですよ、うん、多分最後の週かな、3月二十何日かの、ね、これ木曜日になるので、うんうん、また改めて日にちをお伝えしますけれども、うんうん、まあ、結構僕らよりも先輩の丸田丸夫さんね、この間出ていただいた、うんうん、丸田丸夫さんね、そうそう、がね、あのエキセントリック中川っていう、うん、僕らもエキゾチックとかに変えましただからパクっちゃダメエキゾチック中リブレにする。いや、うん、やっぱなビバ中リブレがいいね。中、週2ラジオぐらいにする、週2ラジオぐらいに忙しくなるね。そうね、そう、あだけ、うん、そう始まるんですよ、うん、なのでぜひ聞いていただきたいなというところです。うん、うん、ですね、はい、なんでシリーズ期待してくださいね、うんうん、どんな番組になる予定なんでしょうね、丸田丸夫さん、うん、まあ、基本的にね、おしゃべられる方々が皆さん、こうなんだろうな、 ご商売されている方々なので、うんうん、まあ、真面目にいけばね、うん、中川のいろんなお店紹介とか、うんうん、いろんなこう仕事される人の紹介したいみたいな感じですけど、うんうん、あの丸田丸夫さんですから、そうね、なんかこう楽しみだね、うん、ぶっ飛んでるね、ぶっ飛んでるダベリー話とか、うんうん、あ彼もあれですよ、作曲してうん、シンガーで 中川の歌とか歌ってる方なんで、うん、そんなのもおいおいご紹介していただけるような番組、うん、生放送ですか？ね、こう僕がプロデュースする限りは、うん、なかなか生配信できないかもしれないまた思い出したよ、もう今日も生配信できなかったんだからさ、収録ラジオに変えましょうよ、中市収録ラジオ中始め収録ラジオ月曜日だから、そう、ま、生はダメ、生はダメ、よくないちょできないんだよこれ、ね、こうマジ何なんだろうね、すごい予習して、もうなんでしょう、だって中市秀一さんの方もこれ流れてるとか言うぐらいですから、言ってる言ってる、ね、そうなんだよ、うん、これは分かんないな、まあ、これ何でしょうね、分かんないんですけど、うん、僕が今チラチラ見ているのは残り時間ですね、うん、また、はい、なんか良くないね、残り時間に支配されとるね、またね、でも今日は35分放送でね、今何分だからそれ聞いちゃダメなんだ今ね33分40秒いやじゃああと1分20秒ね、うん、まあじゃあ改めて3月9日の告知をね、うん、そうですね、まあ、まあ皆さんもうちょっと来ることは難しいんです、チケット持ってる人いるから、うん、これってもう何、ライブを、うん、ライブが見れないの、それともなんか会場に遊びに来るのはいけるの、いや、あのね、やっぱりね、ブースとかも基本的にはやっぱりこう、うん、なんだろう、チケットがある人みたいな感じらしいです。あ、そうなんだ、うん、じゃあフラッと行って、そうそうそう、ってことじゃないんだ、ないんですって、うん、残念ながらね、うん、まあ、そんなことをね、うん、1週間前に言うとる僕らもびっくりですけどね出演者なんで、でもあのチラシにそんなこと書いてあった、うん、あれね、結構そう情報少なかったんで、まあ、だいぶ前に出てたんで、うんうんうん、だからまあ実はなかなか参加するの難しい、でも、うん、もしかしたら会場近くまで来れば、安室、うん、ちゃんのコンサートでほら周りで聞いてる人たちがいたけど、こう耳澄ませば聞ける、聞こえると思いますね、うんうんうん、耳澄まさんでも聞こえると思います、ね、周り何もないんだもん、うん、じゃあドライブがてらね、五箇山、うん、あの新しい施設もできてるので、うんうんうん、見学していただいたりもできると思いますし、うん、ね、なんといったって愛しとうとさんの、うん、レストランもありますから、五箇山には、うんうんうん、そうですね、来ていただければね、うん、いいですよね、うん、ということでですね、うん、あ、もうそろそろお時間になった、うん、出た、えあれや、お盆の坊さんが言うやつがそうだね、ということでですね、時間になったようですので、時間になったようですね今日の報じも、いやいや報じじゃない、報じじゃない、うん、今日の放送もここで一旦、うん、終わりたいと思いますね、うん、ということで、なんだっけ、いや、中川ラジオプログラム、元気ないよ、中川ラジオプログラム、イエーイ、せーの、ビバ中リブレー
来週は絶対生放送してやる。してやるって。してやるって。どうかな。